はい、ということで今回はニセ恋の聖地をサクッと回っていこうと思いますが、まずはじめにここ下井草の北中野中学校の目の前にあるこの歩道橋が一期のオープニングで使われてた場所ですね。はい、続きましてこの代々木公園は一期の2話でチトゲとラクがデートをしてて、そこに偶然小野寺が出くわしたシーンで使われた場所ですね。ここは2期の8話でみんなが魔法少女になって奮闘する回で出たところですね。ニセ恋はテンポよく進むコメディと恋愛模様のバランスが好きで、原作から読んでたのでハマって見てましたね。原作からだったので、最初はラクの声をイリノミュウさんの声で勝手に脳内再生してたから、アニメ化の時は内山さんの声になれるのに時間がかかった記憶がありますね。シャフトさんのあの独特な見せ方、音の入れ方などの演出も好きで、見てて楽しかったですね。あと、シュウの告白会や原作ですけど、ツグミの告白会は切なかったなぁと、すごいグッときました。ここも先ほどの魔法少女界で出た場所ですね。この周辺の公園が一期の4話と6話で出てきた聖地になります。ニセ恋で覚えてるシーンは、海での小野寺のリアクションとか、つぐみが楽にドキドキしてる描写とか、夏祭りやリボンやリップの変化に気づいてほしいしのげ、みんなが酔っ払った回などなど、コメディ描写が面白くて自分は好きでしたね。個人的にクロードが用意した発明やミッションに毎回振り回されるつぐみも良かったですね。本当話もそうなんですけど、絵の見せ方が好きでしたね。笑いとドキドキを見せてくれて、最後まで原作を追っかけてましたね。ところ変わってこの幕張海浜公園にあるこの建造物が、一期の13話でチトゲとラクが雨宿りしてたシーンで使われてたところですね。
はい、ということでニセ恋の聖地をサクッと回ってみましたが、一個一個の聖地が離れてるのでいっぺんに回るのは大変でしたね。しかもこの夏の時期に回るとしんどさ倍増なので、回る際は聖地を絞るか暑さ対策をしっかりとってから回ってみてください。またこの動画でニセ恋が気になった方は、コメディと恋愛のバランスが良きな作品なので、漫画でもアニメでもいいですので、一度見てみてはいかがでしょうか。以上、ニセ恋の聖地巡礼でした。